どうも、タケヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、Z900RS のプラグ交換をやっていきたいと思います。で、僕のバイクね、まだ走行距離3000キロぐらいなんで、交換時期ではまだないんですけどね、フルエイキンのマフラー入れたり、エアクリーナー変えたりしたんで、あと ECU チューンしていくんでね、それに合わせたプラグに交換していきたいと思います。で、これはね、NGK の元 DX ってやつですね。4本セットでこの価格ですかね。はい。このプラグに交換していきたいと思います。で、プラグ交換で必要な工具といえば、プラグソケットなんですけど、16ミリですね。これはね、S6 と一緒でした。で、あとね、ユニバーサルジョイントがあれば、やりやすいと思います。あと、トルクレンチね、絶対必要なんで、用意してください。で、作業していくんですけどね、タンクとエアクリーナーをすでに外した状態からやっています。それはね、別で動画があるんで、そちらをご覧ください。でね、あと、作業をね、サナパパさんと一緒にやりましたんでね、2台同時でやってたんで、はい。で、ガソリンタンクとね、エアクリーナーボックスを外した状態ですね。で、このね、イグニッションコイルを外していくんですけどね、で、サナパパさんのバイクで見ていきたいと思います。一緒のバイクなんでね。で、そのね、イグニッションコイルにカプラーが刺さってるんで、それを外していきます。4気筒なんでね、4つね。これはね、そんなに難しくはないです。はい。で、外れましたらね、そのイグニッションコイルを抜いていくんですけど、これがね、なかなか硬かったですね。こうやってね、今、サナパパさん一生懸命引っ張ってるんですけど、なかなか抜けなくてね。で、左右にね、ちょっと動かしたりして、なんとか、抜けましたね。結構硬かったですね。はい。で、イグニッションコイルは、こんな感じですね。で、プラグソケットで、抜いていきますけど、確かね、サナパパさんのバイクは1万何キロかいってるんですけどね、それほど悪くない状態でしたかね、なんていうかね、場所によってちょっと焼け方が違ったっていうかね、ちょっと焼けすぎたところもあったようですけど、はい、おおむねそんなに問題なかったじゃないでしょうか。はい。こんな感じということで。で、このバイクね、並列4気筒なんでね、端の方ね、どうしてもこのフレームとかにね、かかってしまって、ちょっとやりづらかったりするんですけど、ここはね、ユニバーサルジョイントがあればやりやすいんで、で、ユニバーサルジョイントね、そんな高いもんじゃないんで、あれば便利だと思います。はい。で、このバイクね、総合的に、そのプラグ交換に関してはそんなに難しくないかな、やりやすい方だと思いますけどね。はい。で、こちら側のプラグはちょっとね、焼けすぎた感じでしたけど、はい。でね、新しいプラグを入れていきます。基本的には1箇所ずつやっていった方がいいと思いますね。1個のプラグ抜いたらすぐに新しいプラグを入れるって感じでね、全部抜いてからやっていくと、その間にホコリが入ってしまったりするんでね。はい。で、ここはね、仮締めですね。本当に強く締めないでください。後でトルクレンチ使いますからね。で、ユニバーサルジョイントがね、大活躍してますね。はい。で、いよいよトルクレンチで締めていきます。ここはね、一応ね、トルクは 11.5 ニュートンメーターで設定して締めていきます。このプラグレンチね、どうしてもね、ちょっといっちゃうんでね。本当はね、12ぐらいがいいと思うんですけどね。そのぐらいで締めていく感じですかね。で、必ずここはトルクレンチ使った方がいいと思いますんで。ちなみにですね、このトルクレンチは SK11 っていうメーカーかな。そのメーカーから出てるものなんですけど、そんなにね、高いもんじゃないですね。アマゾンね、確かね、1万ドン回か、そんなもんなんで、自分でね、整備していく上ではね、トルクレンチっていうのは結構重要なんでね、
このトルクレンチは割とおすすめしますんで、はい、トルクレンチで締め終わったら今度はねイグニッションコイルを戻していきます。でイグニッションコイルね、抜くときすごく大変だったんですけどね。で刺すときもね、割と硬いんで、まあ、ちゃんとね奥まで差し込むようにね作業していきます。で4箇所ねちゃんとはまったら、カプラーをね刺していきます。でプラグ交換はねこれで完了なんですけどね、うん、今回ね初めてサナパパさんと2人で作業をやってきましたけど、やっぱね2人で作業すると楽ですね。はい、で今度はね、僕のバイクの方を、プラグ交換していきますけど、まあさすがにね同じなんでまあこちらの方はね割愛していきますけどね。はい、で僕のねバイクのプラグの状態はまあこんな感じですかね。まあねまだ3000キロですからね、はい、まだまだ使えるんですけど、まあこんな感じですかね、うん、てなわけでね、今回はねプラグ交換をやってきましたけど、まあね、まあ問題なくね、エンジンはかかりましたんで、はい、で乗った感想とかはね、またまとめて言いたいですね。実はね、エアクリーナーとその Z900 の純正ファンネルをね、取り付けたんで、まあ、それと一緒にっていう感じになりますかね。はい、てなわけでこの動画は続きます。はい、次はそのねエアクリーナーを交換して、うん、どうかっていうところですけどね。はい、その作業も非常に大変でした本当にね2人でやってよかったなと思いましたね、うん、あ正確にはね3人ですね。森くんがね途中で来てくれて手伝ってくれて大変助かりました。はい、まあその辺もね、そのエアクリーナー交換の時のね動画で詳しくお伝えしたいと思います。はい、でねプラグ交換とエアクリーナー交換が終わったらいよいよその ECU チューンですかね、はい、ECU の書き換えを元 JP さんの方でやってもらおうかなと思ってます。で元 JP さんはね、横浜にあるんですけどね、まあそこまで、行って持ち込んでやってもらう形です。はい、まあその辺もね動画化したいとは思いますんで、またこう動きたいってことでね。はい、今回の動画はねあくまでその第1章ってことで、はい、第2章のエアクリーナー交換に続くってことで、この辺で失礼したいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。